北山王国、または、三北王国は、泣き神村を中心として、主に現代の沖縄県北部の国神地方に存在していた王国である。山北は、中国側からの故障である。皇術の北山世主の時代も含め、北山王国の藩に、最大半都としては、諸説ある。現代の沖縄本島の国神旧が紛りを呼び、家島、 伊勢那島、伊平野島など、周辺離島に加えて、現代では、鹿児島県に属する与論島と沖野選部島も、北山王国の半島に含まれていたことが、琉球の史書や文化的経緯から、これまでのところ確実視されている。また、沖野選部島に伝わる、世のある字が、なしゆい書書では、前述の範囲に加えて、徳之島、奄美大島、喜界島まで、北山王の、 ご両文にあったとしている。また、同東の地名調子によると、徳之島、大島が、南の与えろ島、受島が半島であったとする。各支所ごとに異なるのは、かつて、奄美群島に拡挙したアジの連合が複数あり、さらに、琉球の一部をも交えて、その勢力範囲が入り乱れていたことを示唆する。神サギの分布や死に具文化圏。 方言の分布などから、機械島の南部、大島が、南のカケロマ島も可能性があるが、資料からの研究、交渉は未定である。14世紀の初め頃、北山世主の亡き人味が、周辺の味を従え、亡き人上主の座につく。1322年頃に、与主一族の羽地味が、北山王国を建国した。琉球北部の羽地南部の大里 中部の浦添アジと共に、三大アと呼ばれる勢力を形成したとされる。なお、小ア柴が建国する以前の北山世主が治めた時代を、中北山、小アに芝王島時代を、後北山と呼んで区別する。また、14世紀中に沖の選ぶ島と与論島が、北山王国の勢力範囲に入る。明との朝光貿易の歴史には、諸説あり、明の交部帝、 明太祖実録によれば1383年に、片木傑州を使者として徴降し三木玉物したとある。また一説には1394年に、王の民が中国に徴降したとある。琉球国史略巻四には1385年に、三北王として、琉球国三北王の玉物印を受けたとある。三北からの使者には、片木傑州の他に、 人形義足す、全過去マリア、あたかよカく、マリア、後血性、赤よ血性などの字が見えるが、中国風の当て字であり、詳細は不明。新興貿易によって栄えるが、1406年、または1416年に、中山王国の小橋によって滅ぼされる。三北王子院の行方は分かっていない。滅亡後は、北山監守が置かれた。 王城は代々亡き尋城であり、北山監守も引き続き亡き尋城に都した。北山王国の領域であった、沖縄島北部と家島、伊勢那島、伊部屋島,島、フルート島、矢ヶジ島、瀬底島、みんな島、及び、鹿児島県の世論島と沖野選ぶ島では、沖野選ぶ世論沖縄北部諸方事が話されている。ありがとうございます。